2月19日、坂出市がきれいきれいの街、坂出プロジェクトマネジメントレビューを開き、昨年の成果と今後の計画について報告しました。きれいきれいの街坂出プロジェクトは、市民が健康に過ごせるよう、2014年からライオン株式会社とライオンケミカル株式会社、坂出市が連携して実施しているもので、2020年は第2期2年目となります。第2期プロジェクトでは、主に手と口の清潔習慣の拡大に取り組んできました。まずはじめに坂出市を代表して、綾弘坂出市長が、おかげさまで坂出市では、新型コロナウイルス感染者も少なく、清潔習慣が市民に根付いてきていると感じます。この素晴らしい取り組みを今後も進められるようお願いしますと挨拶し、マネジメントレビューが始まりました。2020年は坂出市が掲げる健やかに幸せに暮らせるまちづくりを実現するため、オーラルヘルスケアリーダーの養成や子どもたちを中心とした手洗いやデンタルフロスの使用率の向上を目指してきました。昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大が問題としてあったものの、ウェブを利用した講座の開催や広報動画の配信などの工夫をしています。その結果、1日3回以上の歯磨き、歯の定期健診受診率など5項目のうち3項目で率の向上、うち2項目で目標達成という成果を出すことができたと報告がありました。ただ手洗い指導について知らないとした回答もありましたので、教職員の方への指導についてもですね、前回また今後の計画として子どもたち向けの手洗いや歯磨き指導について感染症対策に配慮しつつ、実施可能な指導方法の開発に取り組むこと、また指導用のフリップやポスターの作成なども計画されています。2期目に入りまして、やはりまだ目標に対して結果が達成してない部分もありますし、やはり明確な目標が立てられておりますので、そこの完全達成というところは本当に一緒になってやっていきたいというふうに思っております。習慣っていうのは大変なものなんですけれども、我々も歌ですとか、ダンスですとか、いろんなこうメニューを開発していきたいというふうに思っておりますので、ぜひ一緒になって坂出市が一番健康な町、綾市長も宣言がございましたけれども、そういう町になれるよう私たちもこう努力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、坂出市は手洗い、うがい、歯磨きで健康にをスローガンに、今後も目標達成を目指し取り組むとしています。